8月3日水曜日の開運メッセージです。はい、今日のワンポイントメッセージはこちらです。これコミュニケーションですね。あなたは自分とのコミュニケーションを取れてますか？あなたはあなたの心を大事にしてください。心を大事にするということが自分とのコミュニケーションになっていきます。今日のワンポイントメッセージはコミュニケーションでした。それではまた。